なあ、助けてくれてありがとう。お礼のしようもないよ。ミニツメを支援してくれるのか？もちろん。この辺りに頼りになる人がいることが分かって安心した。何かあったらいつでも力になるよ。この辺りで見たことがないけど、ここら辺には来たばかりですか？そうだね。あんたはずっとここに住んでるのか？そうさ、生粋の連邦っ子だ。もともと家族はダンバー出身なんだ。12年前に妻とこの場所に住み始めたんだ。何を考えているかわかるよ。なぜファームをこのような場所に作らないんだって。そんなによくは見えないし、それにこの匂い、それが問題なんだ。見て、ここは以前は下水処理場だったんだ。連邦で最も肥えた土壌は私たちの足の真下にある。ここで何を育ててるんだい？今のところマットフルーツとテイトが取れた。作物がかなりよく育つから収穫がほとんど間に合わないよ。何か新しい作物を追加することは考えないよ。少なくても人手をもっと増やすまでは。認めざるを得ないが、こういう会話を持てることすら幸運に思える。つい最近まで辛い思いをしたから。スーパーミュータントの群れに攻撃され、作物が全滅したんだ。ミニッツメンの世話になってたけど、最近聞いたところによると、自分たちの戦いに忙しくて我々のような農家に気をかけていられないんだと。飢え死にしかかっているというのに、自分たちで何とかするってこと？妻や子供が苦しんでいるのを黙って見ているべきじゃない。わかるだろう？そんな日々も終わった。ミニツメンも戻ってきたし、がっかりさせることはないよ。それが本当なら嬉しいよ。助けが必要だったんだ。あのスーパーミュータントはまだどこかにいるはずだ。いつ戻ってきてもおかしくない。無理なお願いだけど、あいつらを始末してくれたらみんな安心して眠れる。任せろ、スーパーミュータントを片付けてやる。助かった。もうダメかと思ったよ。弟は本当にガキなんだから。いや、興味があるなら取引用の品物があるわ。いつもコートは行かないけどね。何を持ってるんだ？売れたマットフルーツやテイトがあるよ。ウリも一つや二つはあるかも。そして弾薬、スティム、ほら、基本的なものよ。どうする？大変な時期を過ごしていたみたいだな。ええ、複数のスーパーミュータントが来てめちゃくちゃにしていったの。まさに餓死するところだった。とにかく今は順調よ。この場所を見てみて。必要なものは全部あるわ。言っておくけど、もしここでファームを始めるなら戦いの準備をしておいた方がいいわ。大事なものにはいつだって頑張る価値があるものだ。そうね。このファームより大事なものは私の家族だけよ。あなたは？家族はいないの？息子がいる。ショーンだ。妻を失った。あ、ごめんなさい、聞くべきじゃなかったわね。古傷に触れるようなことがないといいんだけど。ああ、そうだな。無神経すぎる。 100% 正しいよ。埋め合わせさせていい？ほら、これを受け取って。一つの会話で思いっきり罰を悪くしたようね。話していて楽しかった。また訪ねてきてちょうだい。気をつけてね。
てこい。なら助けてくれると信じてた。もうスーパーミュータントに悩まされることはない。さすがにプロの仕事は違うね。ありがとう。ところでミニッツメンに協力することを決めたよ。世の中を良くするには助け合わないと。欲しいものはあるか？あそこの安全を確保し、無線装置も設置した。それは素晴らしい。家と呼べる場所ができたら、住民はそこを喜んで守ってくれるはずだ。救助を求める居住地があればまた知らせよう。ひとまず困ってる人がいたら手を差し伸べてほしい。それこそが俺たちの大義だ。誘拐されたあの住民を救出した。味方になってくれる居住地がまた一つ増えたな。またミニツメンの勝利だ。この調子でいけばもうすぐ連邦全域が協力してくれるようになるだろう。
スーパーミュータントは始末した。悩みの種が消えて住民たちは安心してる。神に感謝。一般市民がスーパーミュータントに対抗するのは無理だな。